前回までのあらすじ。松金組若頭羽村恭平はモグラと通じている。その仮説を裏付けるかのように八神は行く手を阻まれる。町中に張り巡らされた羽村の監視網は予想を超えて根深い。孤立無援の八神へわずかに差し伸べられるで。だが夜はまだ明けない。チャプター3、ピストル行動。ジャッジアイズやっていきましょう。お前らターボを捕まえるまで帰ってくんじゃねえぞ。町中しらみつぶしにしろ。仮面のガキ決まってんだろ。あいつもだバカ野郎。早く出た方がいいぞ海藤さん。今松金組に見つかるとまずい。取り込み中か。さあ海藤さんが事務所にいたらまずいな。松金組の手が回っているはずだ。探偵事務所に戻るですね。今日からですね 4K60fps 無駄に高い解像度でプレイしていきますので、対応している端末やテレビがある方は高画質で見ていただければ幸いでございます。それとあの VTuber は今日は出してないんですが、もう皆様興味あるか分かりませんが、現在新たな肉体を作成中でございます。しばらくは VTuber なしでやっていきたいと思いますので、まあ、新たな肉体を手に入れた際にはまたよろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。探偵事務所。はい、着きました。敵。オッケー。さあ着きました。よう、多分もうやっちゃってた。ヤガミか。久しぶりだな。お前、東か。東通る。松金組の東。海藤さんが組にいた時可愛がっていた射程。頭の命令で来たんだと。お前を探し回ってる。ああ、あの人は相当モグラに触られたくないらしい。なら手引くのか。うちをコケにした頭が怒ってんだよ。ますます手を引く気なんてないね。仇の出る幕じゃねえんだよバカが。おかげで俺らまで面倒に駆り出されちまった。いいじゃねえか。頭に尻尾振んのが今のお前の仕事だろ。頭は芸才すりゃたっぷり餌をくれるんでね。あんたと違って尽くしがいがあるんですよ怪盗の兄貴。俺はもうお前の兄貴じゃねえ。そうでしたね。手下連れて帰れや東。ええ、今日のところはそうします。やっぱあんたに手出すときはこっちも殺す覚悟でいねえと。なら次が楽しみだな。もういい、行け。前にも言いませんでしたっけね、疫病神を略して八神です。すぐに手切った方がいいですよ東よ。少し見ないうちに悪い顔になったな。うるせえよタボ。
東をつけてきてくれねえか。え？俺が組抜けてからあいつに何があったか、今どうなってるかが知りて。ああ、前とは別人だ。さっきあいつがここに来た時、俺は一瞬誰かわからなかった。お前の言う通り悪い顔になってた。わかった、行ってくる。モグラの件とは別だ。依頼料は払うぞ。そんなのいるわけないだろ。それに羽村の情報も手に入るかもしれないしな。さあ東を尾行する。主観モードもできるんだ。あれ、これできたっけ。キムタクの後頭部見てえからな。こうしておこう。もしもし、カイトだ。さっき話したの。こっちの窓から東が歩いてくのが見えた。うん、あいつは今一人だ。中道通りを右に折れてった。中道通りを右だな。わかった、頼んだぜ。テレビ電話にしなくていいだろ、これ毎回毎回。尾行だ。兄貴、あのこいつらが。なんだてめえ。うせろ。こいつやべえ。行くぞ。ありがとうございます、兄貴。おう。うん、いい兄貴だな。ちょっと見直したわ。だよね。本当に悪いやつなのか。まあヤクザの時点で悪くはあるんだけど、なんか人情がありそうな感じするよね。気をつけろって言うだけだもんね。殴りそうなもんだけど。無理してこいつ悪ぶってんのか、もしかして。意外とグラサン取って髪の毛下ろしたらさ、可愛い顔してんじゃねえのこいつ。うん、コンビニ。おっつ、これ入ってたらバレるだろう。完全に目が合ってるけどな。大丈夫そうだ。もう一気に疑われてるけど。気のせいか。気のせいじゃねえよ。レジ前で怪しいだろお前も。早く出ろ。これ危ない、これ危ないよ。危ない、これ危ない、これ危ない、これ危ない、危ない、これ危ない。隠れらんない、隠れらんない。危ねえ。セーフ。バタバタしちゃったよ。なぜあれでバレてないのかが不思議だけど。尾行完了。ゲームセンター、シャルル。カイトだ。東は公園前通りのゲーセンに入ってった。心当たりは。ゲーセン？ああ、シャルルって看板が出てる。昔俺が組から任されてた店だ。今はあいつがやってるってことか。ヤクザのやってるゲーセン？実は裏カジノとか。いや、たまにヤバい取引の場所に使ってたがよ。普段はガキでも入れる普通のゲーセンだ。分かった、
なら俺も行けるところまで行ってみる。おう、ちょっと待てよ。え？そこまで広い店じゃねえんだ。店入る前に変装してった方がいい。なるほど、変装か。わかった。ずいぶん錆びれたゲーセンだな。変装してなんとかなるか。こんだけのイケメンでこんだけスタイルがいい男が変装できるの。これしかないんだけど大丈夫これ。どれも怪しいんだけど。張り込みスタイル。これ何か、それともなんか衣装買いに行くんかな。大丈夫かなこれで。いや、誰が見てもバレると思うんだけど。ちょっと待って、ガチャガチャ？うん。デコレーション、違う、デコレオーシャンシーズン1。シーズン1っていうことは好評なんだな。一回回しておこう。随分奇抜な色のサーモンだな。まあ、一回でやめとこう。これ大丈夫か？バレるバレる。バレないもんだね。あの、100円飲まれちゃったんですけど。後にしろ、今仕事の話中だ。え、でも。うるせえ、あっち行け。行って。悪かったな。よかったらこれで遊んでってくれ。いいやつじゃん。いいの？ありがとう。目見て、あの目優しいよ。倉さんの奥。何か裏があるな。この子もようこんなのやるな。面白いかそのゲーム。あ、まあまあ、荒らすな荒らすな荒らすな。歩いただけで物壊すんだからお前は。ここ入っていいんかな。おい、いやだよね。そこは入るな。分かってる分かる。当然だよね。それでも入ったらもうバレるでしょこれ。違う方向行けんのかな。裏口とか。ダメなんだ。入るなって言われてんのに入るの。こっちか。違うわ。いいの？入んなっつったろ。てめえ。まあそうなるよね。おのずと店員と喧嘩になるよね。そんでもうバチボコにぶちのめすよね。そんでね。東さん、妙な野郎が。八神、てめえ俺をつけたな。つか、なんて格好してやがる。まあそこはなんて格好してやがるってほどの格好でもねえけど。何のつもりだ、何しに来た。海藤さんがお前を心配しててね。心配だと？自分を慕ってた射程がすっかり別人みたいだってな。悪い顔になったか。当たり前だ。俺はな、極道なんだよ。いや、悪ぶってるだけだろ。はあ？さっきお前が子供に見せてた顔、見覚えがあるよ。やっぱり根っこは変わってない。海藤さんを兄貴って呼んでた頃から何もな。なら確かめてみるか。おっと、喧嘩はもういいって。どうしてもって言うならすぐに出てくよ。腰抜けが相変わらずだ。
俺らが最後に会ったのはもう1年前か。海藤さんが破門にされた日、あの時お前は泣いてたよな。1年前、松金組事務所。ヤクザの金庫が強盗に襲われる、そんなまさかがあるなんて普通は考えない。その日事務所の当番だった海藤さんもそうだ。取られた組の金は1億。さすがの海藤さんもいきなり銃を突きつけられちゃどうしようもなかった。てめえら何やってんだ。責任者にけじめつけさせてるとこです、親父。指で済む話じゃねえだろ。それで俺の金が戻んのか。いえ、ですがけじめですんで、やらねえことには示しがつきません。じゃあその指一本で1億ですか。ターボ、なんだお前は。俺と一緒だったんでな。何やってんだよお前。1億の小指だろ。落とす前によーく見とこうと思って。うるせえ。笑えるだろターボは。でも頭、取られたのは1億ですよ。それが指一本で済むんですか。こいつはとりあえずのけじめだ。とりあえず。じゃあまだ他にも何か。当然よ。海藤は今日限り破門だ。そんな、海藤の兄貴が。親父、俺は泣き入れて済む額じゃねえ。親父もお分かりですよね。こうするほかねえって。この件はもう本家の耳にも入ってますんで。本家に？ずいぶん手回しがいいな。ありがとうございます。ふーん、じゃあ海藤さんは本当に。仕方ねえ、波紋だ。今この時、この瞬間から。そうだ。なら指詰めんのはなしだ、海藤さん。あ？何勝手なこと言ってんだてめえ。指詰めんのは極道のけじめのつけ方でしょ。でももう海藤さん仇ですから。部外者は引っ込んでろ。組長が海藤さんを仇だとそう言ってんですよ、頭。タボ、いらねえことすんな。海藤さん、こいつは男のけじめだ。俺はもうとっくに腹くくってんだよ。よせ海藤。もうてめえは子分でもなんでもねえ。俺は仇の小指なんざ受け取る気はねえぞ。お、親父。あの時、親父は兄貴を助けたくてお前を連れてきたんだろう。だがもうあの状況だ。波紋は避けようがなかった。それでお前はできる限りの弁護をしたってわけだ。おかげで頭にはずっと目つけられてる。倉さんを濃くすることで悪ぶってんだ東。お前はうまいことやったな。かわいいじゃねえか東。頭に取り入って出世したか。このゲーセンも前は海藤さんが仕切ってたって。てめえに何がわかる。動揺してるな。痛いとこ疲れたってわけか。今の松金組は全部頭が牛耳ってんだよ。
怪盗の兄貴がいなくなって親父は少しずつ勢力を崩されてった。兄貴さえ組に残ってりゃこうはなってね。お前はそれを見てただけか。頭が組を乗っ取ってる間ずっとたった一人で何ができんだよ。言うはやすしだ。そうだな。そういえば松金組から取られた1億、あれどうなった？ああ、金は戻らずじまい。犯人も逃げたきりか。うるせえ、てめえには関係ねえだろ。だよな。さあ事務所に戻るか。海藤さん待ってると。了解、戻りましょう。はい、着いた。あ、いた。海藤さん。よう、戻ったのか。ああ、例のシャルルってゲーセンに入って東とも会って話した。尾行がバレたのか。いや、こっちから話しかけた。どんな感じだった？まず今の松金組はおやっさんも羽村の頭を抑えきれてない。それで東も頭の言いなりになるしかないってことらしい。そうか。ただ実際話してみて、東はそこまで昔と変わってない気もしたよ。うん、そうは見えなかったかな。東がもし変わったとすれば、あの拳銃強盗で海藤さんが破門されてからだ。でも結局あの事件は何だった？まだ松金組の中でも未解決のままか。東について聞く。奪われた1億。1年前海藤さんが組を破門にされた時、あ、事務所の金庫から1億、拳銃強盗にやられたんだったよな。それがなんだよ。結局その始末はどうなった？海藤さんは何か聞いてるか？金は東が回収したらしい。例の綾部から聞いた情報によればだ。東が？どうやって？さあな。もっと詳しく聞きたきゃ20万出せって言われてよ。そん時は持ち合わせがなかったんでな。それっきりだ。じゃあ綾部に聞けばいろいろわかるわけか。金はかかるぞ。やつは今ならテンダーにいるはずだ。うん。東について。海藤さん、東とは全然会ってなかったのか？今日破門されて以来久々だ。俺と行き来すりゃあいつが頭に目つけられる、迷惑になっちまうと思ってな。そっか。羽村の頭がこの先どう動くか。またここに押しかけてくる。そいつは時間の問題だ。で、次はマジで俺らをやりに来るかもな。そこまでされるような真似したかね。それだけモグラに触られたくねえってのが一つ、うん、あとは何より、頭は俺らのことが嫌いだ。そうだな、お互い様だな。こないだ頭に無罪取ってやったのって俺らだよな。報われないね。さあ行きましょう。もう一回、テンダーね。はいはい、そうだ。はるか。テンダーに行く気か。綾部の情報を買うんなら金がかかるぞ。いくらぐらい？金が足りなきゃその時考える。今15万ぐらいあるよね。はい、着きました。バーテンダー、ここだ。やってる？よう、いらっしゃい。噂じゃこの店に悪徳警官が出入りしてるって？あのな、うちの客にそんなのいないよ。人聞きの悪い。綾部来てない？さっき来るって連絡はあったよ。じゃあ待たせてもらおうか。それよりターボ、ちょうどよかった。
一つ頼まれてほしい仕事があるんだ。仕事？八神探偵事務所をカムロ町一と見込んでね。ん？そう言われると断りづらいな。わかってるね。照れることないよ。俺は本気なんだから。たく調子いいな、このおっさん。どんな仕事？さあね、まだ聞いてないんだ。なんだよ。まあ依頼人はうちの常連だから間違いはないと思うけど。受けようか。じゃあ5万もらえんだ。今から公園前通りのヒルズガーデンってところに行ってくれ。今すぐ？その代わり綾部さんが来たら連絡してやるから。頼むよ。ただ待ってるより人稼ぎしてきなよ、八神探偵。たくうまいんだから。それもそうだな。でマスター、そこのお姉さんに一番いい酒出しといて。行きましょうか。さあここだね。依頼人から指定されたのはこの辺だな。どうしたどうした、八神さんだな、探偵の。あんたが依頼人？ああ。ん？その仮面、ひょっとして今流行りの窃盗団？おっと、警察にチクったりしないでくれよ。確かに俺らは泥棒だけど、善人からは盗まない。悪党専門のいわゆる義賊なんだからさ。だから罪にはならないって言いたいのか？それを判断するのは俺じゃない、裁判官だよ。んだよ、意外にお堅いね。テンダーのマスターは店の常連からの依頼だなんて言ってたけど、窃盗団からの依頼だって言ったら俺が断るって思って嘘ついたな。だが依頼人のプライバシーは守る、安心していい。ただ盗みの手伝いをしてほしいとかって依頼なら受けられない。 OK、 それなら大丈夫だ。あんたには人を探してほしいんだ。ん？人探し？通称チェスターってやつ。本名は知らない。それってもしかして？そう、うちのメンバーなんだ。ただちょっと前から連絡が取れない。つまり行方不明ってわけ。特徴は名前のまんまチェスター、つまりピエロの仮面をしている。ピエロの仮面？うん、こいつ、これピエロか？まさかこの前のあいつか？この前の山でドジ踏んだ奴がいて、それでメンバー全員が警察に追われる羽目になってさ。その時ジェスターは一人で警察の目を引きつけ、俺らを逃がしてくれたんだ。はぁ、仲間思いなことで。で、その後から連絡が取れなくなっちゃって。捕まるようなドジ踏んじゃいないと思うが、それならなおさら連絡取れない意味がわからない。随分信頼してるみたいだね。あいつはうちのエースだ。腕が良くて頭も切れる。もしあいつがピンチなんだったら、今度は俺らが恩を返す番だ。なるほど、そういう事情か。5万円で頼みたい。どうかな？あ、もちろん綺麗な金だよ。あいつのことは俺もちょっと気になるんだよな。この依頼を受ければもう一度会えるかも。ああ。わかった。引き受けよう。決まり、それじゃ頼んだよ。また、どうやって連絡取ればいい？なんか分かったらまたここに来て。いつも誰かが見張ってるからさ。八神さんが来たらすぐに分かる。なるほどね。それじゃ。まあ、あいつかもしれないよね。世間を賑わす窃盗団のメンバーか。まあ、そうじゃないかとは思ってたけど。どうやって探したものか。とりあえず前にあいつと会った場所に行ってみるか。何か手がかりがあるかも。最初に会ったのは天下一通り裏のビルだ。そこ行ってみよう。うん。あ、これはなんだ。これケースファイルか。うまいな。
美浜さな、夢の途中でした。ご清聴ありがとうございました。さなちゃん、さなちゃん、新曲もすごく良かったよ。さなちゃんの思いがこもってる感じがしてグッときたよ。さなちゃんの歌は最高だぜ。太田さん、北村さん、砂渡さん、応援ありがとうございます。名前も把握してるってことはもう常連なんだね。僕 CD 買います。俺も2枚。じゃあ僕は3枚。ありがとうございます。いつもありがとうございます。 CD か、俺も買っちゃおうかな。サブイベント、私の歌聞いてくれたんですね、ありがとうございます。1枚1500円、買っていくか。買っていこう。1枚もらえますか。嬉しいな。わー、買ってくれるんですか、嬉しいです。いいんだ、サナの CD、 これ証拠なんだ。よろしくお願いします。私はいつもここで歌っています。気に入ったらまたいらしてください。なるほどね、また今後あるんだここで。さあここですね、はい、キムタクのヒップ。いる、ここであいつに助けられたんだったな。特に痕跡はなしか。あれは例の男じゃないか。あ、いた、いなくならないうちに向かおう。あっさり見つかったな。おいお前、ん、あなたはこれ違うやつじゃね、これひょっとしてあなたも窃盗団のファンなんですか。違うわ、え、ファン。あっさり顔出しちゃったよ。僕窃盗団の大ファンなんですよ。窃盗団がここに現れたって聞いてこうして聖地巡礼に来ちゃいました。君は窃盗団のメンバーじゃないわけ。違いますよ。でも結構似てるでしょ。同じアイテム揃えるの苦労したんすから。あ、そうなの。見てくださいよ、このシルバーアクセサリー、全身合わせてなんと50万。え、嘘、そんなにするの。っていうかどんだけジャラジャラしてんだよ。本当は窃盗団の人たちがしているのは桁が一つ上だったりするんですけど、でも憧れの人たちと同じ格好をしたいっていうファンの心理わかるでしょ。窃盗団の連中っておしゃれで有名なの。ファッションリーダーっていうのかな。ここ最近の話ですけどね、前は普通のファストファッションでしたから、今は全身高級ブランドって感じで、やっぱり一流の人は物にもこだわるんですね。はあ。ま、依頼料も結構な額だったし、金には困ってなさそうな印象だったな。最近なんか良くなったんだ、羽振りが。すみませんけど、写真撮ってくれません？ユッターにアップしたいんで。ああ、悪いけど忙しいからパス。ここは空振りだったか。占領通りの方にも行ってみるか。実際のキムタクにさ、写真撮ってくださいって言って今みたいな対応されたらもう、言った荒れるよな。行きましょう。占領通りね。ここジャンプできる？おい！あ、痛い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 。あ、痛い、我慢してる我慢してる。すげえな。こっから降りたぞ今。大丈夫だったぞ今。いや、足腰すごいわ。めっちゃ我慢してたけどな。痛いの。さあ、この辺ですね。こら、待ちなさい。ノロマ警官。カムロシアターの屋上庭園で落ち合おう。OK。今のは窃盗団のメンバーか？くそ、コソ泥棒。コソドロドボめ。おまわりさん、今の連中何か盗んだんですか？うん、そうだよ。女性のハンドバッグを盗んだんだ。ん？え？でも彼ら、例の窃盗団でしょ？悪い人からしか盗まないって聞いたけど。バカバカしい。そんなのデマだ、デマ。見ての通り、善良な市民を狙ってひったくりをするたちの悪い犯罪集団だよ。
なんだか聞いてた話と違うな。さっきの逃げた連中、カモロシアターの庭園に行くって言ってたな。行ってみよう。まあ真似てるんだろうな、窃盗団をな。真似て悪さをしてんだろう。さあここだ。ひったくりをしていた二人、ここで落ち合うと言ってたけど、あーあいつらじゃん。さっきの奴らか。うわあ、さっきのはちょっとやばかったな。だからやめようって言ったんだ。これじゃただの泥棒じゃねえか。窃盗団は貴族、悪い連中からしか盗まない。それがクローが決めたルールだろ。前はそうだったかもしれないけどよ、そのルール破ったのは当のクローじゃねえか。窃盗団は窃盗団なんだ。その話ネットで見たけど本当なの？らしいぜ。なんかどこかの大企業からライバル会社の情報を盗んでほしいって依頼があってさ、報酬にすげえ大金ちらつかされたもんだから、これは断るの損だって話になって、古参のメンバーだけで極秘にやったらしい。俺ら下っ端にはおこぼれもなしだ。それジェスターも参加したの？まさか、あの人はそんな真似しねえよ。だよね。じゃあ儲けの取り分をめぐって喧嘩別れしたってのも嘘に決まってんだろ。クローのやり方に反対して出てったんだ。そんな。でもジェスターもバカだよな。貴族だなんだって言ったところで所詮は泥棒。警察に捕まったら刑務所行きには変わりはねえ。だったら美味しい思いができる方が得だろ。そりゃそうだけど、他のみんなはそのこと知ってんの？最近入った連中は知らないんじゃねえの？クローの嘘を真に受けて失踪したジェスターのこと心配してるし、とにかく俺らも腕を磨いておけば次にそういう話があった時に噛ませてもらえる。まだまだ盗みは続けるぞ。あ、ちょっと。ついていけないよ。俺も抜けよ。自首した方がいいのかな。なんてこった。どうやら俺は依頼人に嘘をつかれていたらしいな。ジェスターが音信不通になったのはルールを破った窃盗団に見切りをつけたからだ。そんなジェスターをクローが探す理由、ろくなことじゃなさそうだ。もう一度依頼人に会った方が良さそうだな。戻るのか。うわ、あれ襲われてる。てめえ何のマネだよ。そんな仮面してるからジェスターだと思ったら全然別人じゃねえか。ファンか。紛らわしいんだよボゲー。ごめんなさい。そもそもジェスターはそんなにアクセジャラジャラさせてなかったっつーの。あ、そうだ、俺らがそれもらってやるよ。そしたらもっと似るんじゃねえか。ゲッ。あいつら一体何を。おい、やめろ。チェ、邪魔入ったか。しょうがねえ、こいつも一緒にやっちゃえ。ノーメン。よげい。なあ、君は窃盗団のファンの、大丈夫か。はい。一体何やったんだ。それが窃盗団の人たちを見つけたので握手してもらおうと近づいたらいきなり。八神さん、あんた来るタイミングが悪いよ。なあ。クロー、これどういうことだ。ちょっとした手違いだよ。そんなことよりジェスター見つかったの？いや、まだだ。なんだ、殺人の裁判で無罪の証拠を集めた探偵って評判になってたけど、聞いてたほどじゃないんだね。そりゃこっちのセリフだ。窃盗団が義賊だって？笑わせんな。行方不明の仲間を心配して探してるって言ったのは嘘だな。怖いね、その顔。でも一体何を根拠にそんなことを。証拠ならある。窃盗団が義賊の嘘の証明する証拠品。二つしかないけど大丈夫これ。これかな？あんた、悪人からしか盗まないっていう窃盗団のルール破ったらしいな。何それ。うまい儲け話があったんだろ。それで金に目がくらんで乗ってしまった。
何のことかわかんないよ。俺ら貧乏人には金なんて縁がないってば。いちいち指摘するのもバカらしいけど。で、これか。そのアクセサリー高いんだってね。それをそれだけの数庶民には買えないでしょ。さすが探偵さん、目ざといね。ジェスターを探してた本当の理由は何だ。別に、ただ次の仕事を手伝ってもらおうと思ってさ。町の信用金庫の現金輸送車を襲う。傑作なことに依頼人はそこの支店長だ。ん？何？資金巡りに失敗したことを隠すため強盗に遭ったことにしたいんだと。俺らが盗んだ金をそのまま返せば保険で戻る分と合わせて倍になるって寸法だ。ま、おとなしく返してやる義理はないけどな。追い詰められた人間ってのはほんとバカだね。狂言強盗に加えて契約不備行の詐欺か、窃盗団のルールはどこ行った。はじめはさ、俺らも一丁前に社会役を断罪するとか大層な目標を挙げてたんだ。闇サイトで仲間募って計画立てて、でもいざ決行となると腰が引ける。そんな吹かしてるだけのガキだったんだ俺らは。あいつが入ってくるまでは。ジェスターか。ああ。あいつはすげえよ。頭も良くて行動力もあって。あいつの立てた計画のおかげで俺ら窃盗団は本物のスターになったんだ。だが欲に目がくらんだお前に愛想をつかし、ジェスターは窃盗団を抜けた、か。あいつはあくまでも社会役の断罪にこだわっていた。俺ら自身が悪になるわけにはいかないってね。だけどそれじゃあ、ジェスターを見つけたところで手伝ってもらうっていうのはもう無理なんじゃない？わからないよ。こんだけ稼いでるのを目の当たりにすれば少しは心が揺らいでもおかしくはない。もし断られたら？その時は、下手に邪魔される前に始末するしかないね。なるほど。初めからそのつもりだったのか。ってことは、まさか俺も。ここまで知っちまったんだ。今度はあんたの口を塞がないとな。上等だ。俺にタダ働きさせといて、そっちこそタダで済むと思うなよ。手加減しねえからな。ああ、やっちまおう。一戦にして。はい、オッケー。くそ。これ以上罪を重ねる前に窃盗団を解散した方がいい。貴族だっていう窃盗団の理念を信じてついてきた仲間を裏切ったこと、きちんと詫びるんだ。わかったよ。正義のヒーローごっこはこれで本当におしまいだ。すんなり諦めたな。八神さん。ん？もしあいつに会ったら、もしまだ正義の味方を続けているようなら、一人で無理すんじゃねえぞって伝えてくれないか。どういうこと？なんかちょっと行き過ぎなんだよあいつ。どうしてあんなに不正を嫌うのかってくらいでさ、過去になんかあったのかもしれないけど、俺たちには何も話してくれなかったから。ああ、分かったよ。依頼料は約束通りの額を振り込んどく。それじゃ。結局ジェスターって男には会えなかった。けど仮面の下の素顔のことちょっとは分かった気がするな。依頼が受注できるようになったと。あ、びっくりした。なんでアップなんだよみんな。あ、やべだ。テンダーのマスターに言われて電話してる。あのマスターちゃんと綾部に取り継いでくれたんだな。なんか用だって？また欲しい情報があるんだ。金はあるんだよな。もう紹介サービスは終わったぞ。いくらかかるかネタによるかな。そのネタ、あんた海藤さんには20万だって言ってたらしい。あ？1年前松金組が強盗に1億やられたら、事件のその後が知りたいんだ。俺がその情報20万で言ったのか？そう聞いたよ。なら鮮度が落ちて今は10万ってとこだな。下がるんだ。いいのか？情報量は適当に決めてるわけじゃない。俺なりの計算式があるんだよ。明日お前んとこの事務所に行く。金は用意しとけよ。
さあ探偵事務所に戻ると、このぐらいでやめときましょう。次回は八神探偵事務所に戻り、綾部から情報を聞くという感じですね。はい、それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。